広い宇宙の中にとある星雲がありました。明るくて暖かくて、いつも歌いながらくるくる回っていました。ある時、金ピカのお星様が星雲から誕生しました。その後、お星様は星雲のもとへ少しずつ寄っていき、そしてお星様と星雲はとっても仲良しになりました。毎日一緒に遊びながら、とても楽しい時間を過ごしました。けれどある日、星雲は病気になってしまいました。星雲は元気がなくなり、どんどん弱っていきました。お星様は病気の治療法を知っていましたが、それは最後の手段。お星様は星雲のためにいろいろな方法を試しました。しかし、お星様がどんなに頑張っても星雲は昔のように明るくなることはありませんでした。お星様は弱っていく星雲を見て、ついに決心しました。どんな病気か分かったよ。私は治し方を知ってるの。私の体はとても熱いの。あなたがずっとそばにいれば、多分いつかこの暑さになれるかも。あるいは私たちは一つになるかも。あるいは私が真っ黒になって、あなたを。今まで遊んでくれてありがとう。すごく楽しかった。お星様は話し終えると、星雲によって互いに抱き合いました。何があっても私たちは友達だよ。お星様はずっと星雲のことが大好きです。